ちは、ともりあらたです。今日はですね、私が老けて見えないためにしていること5つを皆さんにご紹介したいなと思っていますので、最後までご覧ください。最近ね、 YouTube の企画というか流行ってることで、若いね可愛い YouTuber さんたちが垢抜けて見えるために2021年はこういうことしましたとかっていうのを挙げてて、あー可愛いな、素敵と思ってたんですね。でももう私、まあ、もう40も過ぎてますから、垢抜けて見えるっていうのもまたなんかなと思って、じゃあ私が老けて見えないためにしてることってそういえばいっぱいあるなと思って、垢抜けではないけどちょっと似たような感じかなと思って、こういう風に皆さんにシェアできればなとは思っています。ただ一つ言いたいのは、私は若く見せたいわけじゃないんですよね。老けて見えないためにと若く見せるって同じであってちょっと違うなと思っていて、老けて見えないっていうのは疲れて見えないとか年よりも上に見られないようにしたいということで、私自身は年相応だったり、今40もうすぐ4になるので、40代前半とか30代後半とか自分の実年齢よりも3歳から4歳ぐらいちょっと若く見えたいなぐらいです。40歳なのに20代に見えたりとか、一個もシワがないとか、不自然に若返りたいっていうわけではないので、そういったところは頭に入れて見ていただければいいかなと思います。では早速、私が老けて見えないためにやっていること、一つ目はスキンケアにレチノールを取り入れるです。レチノールといえば、もうその美肌のための有効成分っていうことは皆さんご存知だと思うんですが、老けて見えるには肌が乾燥してたりとか沈んでたりとか、あとやっぱりたるみが出たりシワが出たりっていうことだと思うんですね。でレチノールっていうのはビタミン A の誘導体です。もちろんビタミン A の誘導体の中にはレチノールもあれば、レチノール誘導体といってパルミチン酸レチノールだったり酢酸レチノールだったりとかっていうものもあって、レチノールが本当にダイレクトに A反応を起こしながらも赤くなったりもあるけれども、早く効果を出したいっていう時のレチノイン酸だったりとかレチノールだったりもそうですけども、ゆっくりゆっくり効果を出したいっていうレチノール誘導体、パルミチン酸レチノールとか酢酸レチノールとかいろんな種類あるんですけども、私は普段はレチノール誘導体を使っていて、でここぞっていう時にはレチノールを入れるようなスキンケアを使っています。具体的に言うと、ずっと使ってるのはこのエンビロンのシークエンスシリーズ、これはまあパルミチン酸レチノールもレチノールも多少入りながらっていう感じなんですね。パワフルに効かせたいなっていう時だったらキールズのレチノールだったりとか、あとはこちらですね、これもピュアレチノールが入ってるシーラボのエンリッチクリーム、これをお顔全体に塗ります。資生堂のエレクシールとかを部分的に塗るっていうことはあるんですよ。お顔全体に塗る時にはレチノールをドンと効かせたい時にやっぱクリームタイプがいいなと思うので、この3つを使うことが多いかなと思います。でレチノールの効果としては、表皮に水分量をアップさせて、真皮ではコラーゲンとかエラスチンの減りを抑えてくれるので、たるみを予防しながらふっくらさせるので、こうもちもち感があるようなお肌を作ってくれます。やりすぎちゃうと結構ピッカピカの肌というかテカテカの肌みたいな感じになるんですけども、やりすぎないようにするとこうツヤっと感があるような、内側からこうパンと張りがあるような肌にしてくれるので、こちらをいつも使っています。エミロンが一番最初の私のレチノール化粧品なんですけども、それ使ったの26、27ぐらいだったと思うので、もう20年近くはずっと何かしらレチノール化粧品を使い続けていて、今後もやっぱり老けて見えないためにっていうか、自分の実年齢よりも3歳から5歳ぐらい若く見えていくためにはレチノールは必須なんじゃないかなと思って、今後も続けていこうと思っております。続いて、私が老けて見えないためにしていること、2つ目は首までケアをするです。結構ねスキンケア頑張ってる方、お顔はしっかりやってる方多いんですけど、意外と首元までされてる方が少ないんじゃないかなっていうのは思います。特に若い子だと首なんてあんまり関係ないというか考えてない方多いんじゃないかなと思うんですね。なんですけれども、やっぱりこうやって私もいつもシャツを着てたりデコルテが空いてるとかっていう時には、顔とまあ続いて見えるじゃないですか。首元にシワがあったりとか、あとはまあスキンタクトってイボがあったりとか、そういう風にするとグッと老けて見えるんですね。お顔は綺麗でも首元に年齢が現れるっていうことは結構あるので、私はスキンケアするとき、例えば化粧水を塗るとか乳液を塗るとか美容液を塗るとかも首まで塗るようにしてます。ちょっとねお金というかスキンケアの量が多めにはなるんですけれども、やっぱりここまで同じ皮膚だという意識、まあもちろん同じ皮膚なんですけどね、見られてる意識でやっていくとネックケアにもなるので、もともと首っていうのは生理学的にシワができやすいとかシワが
ある場所なのでまっさらになるっていうことではないんですけども、それがより深くなったりとか、あとは色ムラが出たりとか、ちょっとキメが乱れてごわついて見えるってこともなくなるので、必ず首元専用なものじゃなきゃいけないっていうことではないんですけど、もちろん私首元専用のも使ってるんですね。こちらはベアミネラルのピトレチノネッククリームという首とデコルテ用のクリームになります。レチノールってやっぱ首元に塗るとちょっと赤みが出たりするので、これは植物性でレチノールと同じような効果を出してくれると言われているピトレチノと呼ばれている成分が入っています。なので首元に塗ることでレチノールの化粧品と同じような効果を出してくれるっていうような意味合いで、これ結構使ったりもするし、あとはお顔用なんですけれども、首元に代用してオロビスのリンクルホワイトエッセンス、こちらは大容量タイプなんですね。こちらいつもは太回りぐらい小さいものがあるんですけど、これは大容量タイプをウィンターギフトみたいなボックスの中に入っていたものなんで、もしかしたら今はもうないと思うんですけども、ちょっと大きさが違うんですけれども、これはですねナイアシアミドが入っているので、シワ予防だったりとかっていう、お顔と同じもの、もしくは首元専用のものでもいいので、これをしっかり使う、そこまでではないよっていう方でも最低限化粧水と乳液ぐらいはしっかりとつけておくっていうことは、首元までケアできていることになるので、やっぱり首元が若々しいとですね、お顔も若々しく見えて実年齢よりは老けて見えないようになるので、こちらもぜひやってみてください。続いて私が老けて見えないためにやっていること、3つ目は髪の毛にこだわることです。結構皆さんスキンケアは頑張っていたりとかする方は多いんですけども、髪の毛にはなんかあんまり注目をいってない方も中にはいるのかなと。やっぱり髪の毛って結構年齢によって量だけじゃなくて質も変わってくるんですね。なかなか長くロングを綺麗にキープすることって年齢がいくと難しいのは、やはり髪の毛が伸びるスピード遅くなるし、長くなる前に切れてしまったり抜けて落ちてしまったりするので、なんかアホ毛みたいなのがピョンピョンと出てきてしまったりもするし、あと白髪が出てきたりとか、年齢によって量も質もそして色も変わってきます。なのでやっぱり若い時よりもまめにプロのケアを、自分のヘアケアのねお家でやるっていうのもすごく大切で、私自身はバイタリズムという自分自身クリニックの患者さんのために作ったものをずっと使っているんですけども、そういったホームケアもとても大事ですけれども、あと私は1ヶ月から2ヶ月に一遍スタックっていう美容室でこうトリートメントをやってもらうという、やっぱり髪の毛の質にこだわるとですね、髪の毛がしっかりと腰があってツヤがあってっていうと若く見えるんですよね。もう一つ髪の毛の健康もそうですけども、髪型ですね。よく私自分で YouTube 撮るときにはもちろん自分でメイクもして髪の毛もするんですけれども、例えばプロのメイクさんにお願いするときに時間がなくて、顔と髪の毛だったらどっちかしかできないというときには、髪型を綺麗にしてもらうようにしてるんですね。というのもヘアスタイルって顔の印象のまあ結構大きな部分を占めるんですよ。なので皆さんもなんとなくメイクを頑張るとかスキンケア頑張るっていうこともあると思うんですが、意外と髪の毛が健康だったりヘアスタイルがすごく決まっていると、それだけで若々しく見えるっていうことは頭に入れておいていただいて、もちろんメイクに凝るスキンケアに凝るのも大事なんだけれども、髪の毛の質っていうのも特に後ろ姿だったりとか、パッと前を向いた時、かがんだ時とか、おじゃぎをしきた時とかっていうのは結構髪の毛見られているよっていうのは覚えておいていただけるといいかなと思います。続いて4つ目はピンクの下地を塗るです。私たちは黄色人種でちょっと黄色みが強い人種というか色味をしているんですね。肌色が若いうちはまだ黄色みが少なくなってきても、どんどん年齢を重ねていくとくすみの中に黄くすみっていうものが出てきます。黄色くくすんでくるんですよね。その黄色いくすみってやっぱり色ムラになったり肌がよどんで見えたり、それによって顔がちょっと暗く見える、それでこう老けて見えるっていうことはあるんですよ。なのでそれをもちろんスキンケアでも黄くすみを取るような、前にビリルビンっていうものが蓄積すると黄くすみが多くなるよ、それを排除してくれるような SK2 の美容液とかをご紹介したんですけども、そういった黄くすみを排除するっていうスキンケアもとても大事なんですけども、やっぱりパッとメイクで隠すってこともすごく大事だなと思っていて、ベースにちょっとピンク、若い人っていうよりは30代以降ぐらいの人でピンクをファンデーションだったりとか下地で持ってくると黄くすみがパッと明るく
くなるんですね。なので私はファンデーションにピンクの下地を混ぜたり、あとはベースメイクにピンクを忍ばせることが多いです。でよく使っているのがこちらですね、ラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップのローズです。こちらは日焼け止めなんですけど、ピンクの下地になっているのでトーンアップしてくれます。なので木くすみを結構飛ばしてくれたりするんですね。でもう一つがジルスチュアートイルミネイティングプライマーの04番ですね、サンライズピンクです。これ自身は下地になるので、まあ、お顔全体に塗るというより私は結構ファンデーションにほんの半プッシュぐらい入れて混ぜたりとかしています。本当にくすみが強いなっていう時にはくすみが強いところに直接塗ることもあるんですけども、ちょっと自分が持っているファンデーションに混ぜることが結構多いです。やっぱりピンクを混ぜることによって木くすみがパッと腫れるので、木くすみを解消するようなスキンケアをすることも大事ですけども、こうやって下地だったりメイクで入れていくっていうことも若見えに見えることになるので、ぜひぜひ試してみてください。続いて5つ目は過度なダイエットをしないですどういうこと先生って思うかもしれないんですけれども、ご年齢がいってる方は分かると思うんですけれども、結構年がいって痩せちゃうと本当にげっそりすると実年齢よりもマイナス2歳とかマイナス3歳ぐらいもう老けて見えちゃったりするんですね。ある程度年がいくとあまり体重の変化をさせない、特に太るのも、まあ、健康的には良くないんですけど、あまりにもダイエットというか痩せすぎちゃうと頬がこけてしまうと若々しさがなくなっちゃうんですね。で私は昔本当に顔がパンパンで顔痩せをしたいとか顔の脂肪吸引したいとか思っていたんですけども、やっぱり年齢が落ち着いてくるとこの丸顔だったりとかチークラインが上にあるっていうのは若々しく見えることなんだなって思うので、なるべく体重を一定に保つようにして、この辺も痩せてくると結構骨張ったりするとそれだけでも老けて見えたりするんですね。なので太るのは良くないけれども、過度なダイエット、大人になったらすっごい足を出したりとかすっごいお腹を出すこともないから、ある程度体重が一定であって、特に顔が痩せすぎないようにする、たるみを改善するような施術っていうのはいいんですけれども、顔を痩せさせるようなことっていうのはあまりしないようにしています。まとめると、私が老けて見えないためにやっていること、1つ目はレチノール化粧品を使うこと、2つ目が首までスキンケアをしっかりすること、3つ目が髪の毛を健康にして髪型のを整えること、そして4つ目がピンクの下地を使うこと、5つ目があんまり痩せないようにすること、この5つです。10歳若くとか20歳若く見せたいっていうんだったらいろんなことがあると思うんですが、冒頭私が言ったように私自身は実年齢よりも3歳から4歳張り切って5歳ぐらいかなまでぐらいちょっと若く見えればいいな、年相の若さっていうのが絶対あるので、若いだけが素晴らしいとは思ってないです。だけれども自分の実年齢よりも 2,3 歳若く見えたらちょっとハッピーじゃないですか。なのでそれをするために今日はお話しした5つのことをやっていますので、皆さんもね本当に良かったなと思ったら生活に取り入れてみていただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録まだだよっていう方はぜひぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。